福田明夫でございます。今日は私も幸せですね。幸せだ本当にこんな幸せない。こんなあのジャガイモのような男のところにこんな美女が応援に来てくれたんですね。本当に池田先生ありがとうございます。最高の美女。今いろんな話がございました。蓮舫先生のようにあの自民党政権批判できるといいんですけれども、違った観点から私も批判をさせていただきたいと思ってます。安倍晋三自民党の新総裁がですね、日本を取り戻すと言っています。どんな日本を取り戻すんでしょうか。景気回復と雇用の確保、私もこれが大事な仕事だと思ってます。しかし安倍さんですね、日銀に金融緩和、お金をどんどんするの無制限でやる、こう言ったんですね。無制限でやっちゃこれダメなんですね。しっかりとですね、目標を定めてやらなければなりません。しかもですね、景気を回復するには金融緩和だけでは絶対できないんです。これ不景気な時にはしっかり政府が大型の予算を組んで、政府がお金を出すことによって実は景気は良くなっていくんですね。国内にお金を回す、これが一番大事なポイントです。そうすると日銀がお金をいくら用意してもですよ、使ってくれなければ国内にお金は回りません。しかし政府がですね、大型予算を組めば政府が直接使う、あるいは都道府県市町村を通して予算を使う、あるいは企業や個人を通してお金を使う、そうすれば国内にお金が回るようになるんです。お金が回らなければ景気は良くならないんです。皆さん、日本の国が一番税金入った時は何年だったと思いますか。いつだったと思いますか。10年前。そうですね、そうですね、平成2年61兆円入ったんです。あの時は実はバブルだったんです。バブルでね、物価が上がって困った困った、土地が上がって困った困ったと、こういう話がありましたけれども、国内にお金が回ったから実は税金が一番入ったんです。皆さん、問題は物価がね、あまり上がりすぎると困るんで、しっかりとね、物価安定目標っていうのを定めて 2% か 3% 以上にならないように、それ以上になると困るから、そんな時には日銀がお金の量を絞ればいいんです。そうすれば物価下がります。政府と日銀が連携してやることが大事ですけれども、無制限に緩和してもダメ。不景気の時にはしっかり政府が予算を組んでやるということが大事なんです。我が民主党のマニフェストには今回ですね、来年の正月の通常国会冒頭には大型の補正予算を編成して皆さんのご審議をいただくと、そのようにマニフェストには載ってるんですよ。皆さん、これ私がずっと今まで実は言ってきたことであります。しかしなかなかですね、それが我が党の中で理解を得てこんな風になりませんでしたけれども、やっと今回のマニフェストで来年の当初予算通常国会冒頭でですね、大型の補正予算を編成すると、こう載ってきました。皆さん、こうしたことを実行する中でしっかり景気も回復していって、それこそマニフェストの中では2014年度にデフレから脱却を目指して、その先には消費税もお願いしたい、こんな風な形になってきました。私は常々ですね、デフレ脱却なくして増税なしだと、景気回復が先だとこう言ってまいりましたが、だんだん私の考えと党の考えも政府の考えも一致するようになってきたかなと、こういうふうに思っておりまして、さらにこの党内で頑張ることができるかなと、こういうふうに思っております。ぜひ皆さん方にもですね、この話は大変難しい話ですけれども、しっかりとですね、お金を多く用意すればいいって話じゃないってことはですね、ぜひ皆さんにもご理解をいただければありがたいなと、こう思っております。そしてもう一つですね、先ほど蓮舫先生からもありましたけれども、国防軍を作ってですよ、
そして集団的自衛権の行使を認めたらどうなると思いますか皆さん。もう一度戦争する国を作るんですよ皆さん。これねえ、しかもですよ、アメリカ軍とと一緒だったらいつだって勝てるからあんじゃやるかなってなったらどうなりますこれ。沈没ですよ日本。さらにもう一つ、原発もですね、自民党は推進するっていうんですよ。このまま推進していったらですね、日本は破滅いたしますよ。ですからどんな日本を取り戻すのか、安倍晋三さんが中心となる自民党ですね、自民党に政権を任せてはいけません皆さん。日本を壊します。戦前に戻すような日本になります。そうしますとね、本当に大金持ちとですよ、低賃金で働く労働者、それから大事にして小作人、こういう日本にもう一度戻っちゃうかもしれません。そんな日本皆さん好きですか。いやですよね。ぜひですね、そんな日本をしないように、何としてもですね、ぜひ皆さん、まずは私福田昭夫、この福田昭夫を勝たせてください皆さん。皆さんお一人お一人のぜひお力でですね、この福田昭夫をぜひ勝たせてください。頑張ります。私もですね、皆さん方にお話申し上げたように、あの黒田官兵衛の水五足の精神にのっとって、この大変な大変な障害に対して、障害にあって私は激して、私の力をですね100倍にさせていただきます。私が100倍にしたら、その力を皆さんの力で1000倍万倍にしてください。そして必ず勝利が得られるように皆さんのご支援をですね、最後の最後までお願いを申し上げまして、私の街頭からのお訴えにさせていただきます。どうぞ最後の最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。蓮舫先生にもまた拍手を一つよろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございました。